円州鉄道浜松自動車学校浜松自動車学校は、円鉄自動車学校に合併されるまで、静岡県内で4校の自動車学校を運営していた企業、並びに本社である、静岡県浜松市東熊丸塚町にある自動車学校の校名である。グループ校は、浜松自動車学校のほか演鉄袋井自動車学校、演鉄浜岡自動車学校、 炎鉄中部自動車学校があり、地元では略して、浜地などの愛称で呼ばれることも多い。浜松自動車学校の母体は、以前は浜地グループとして、浜松スポーツセンターや掛川グランドホテルなどを経営していたが、2011年1月に株式譲渡により、遠州鉄道の100%子会社となった。同じ遠州鉄道の100%子会社である、 炎鉄自動車学校とは別法人であったが、2018年10月に合併した。静岡県で初めて民間の公安委員会指定校として認可された歴史のある教習所で、普通車だけでなく、大型、中型、特殊、牽引などの車種を取り扱っている。ストレートが230メートルの広い教習コースを持ち、女性専用の合宿用宿泊施設を併設している。 若い教習指導員が多く、女性指導員が多いのも特徴となっている。敷地は丸塚町と原島町にまたがっている。また、遠州鉄道浜松東不動産営業所や、遠鉄タクシー浜松東営業所と隣接している。遠鉄袋井自動車学校は、株式会社浜松自動車学校が運営する自動車学校のことを指す。地元では略して、 袋地などの愛称で呼ばれることも多い。普通車専用の教習コースのほか、合宿用宿泊施設を併設している。若い教習指導員が多く、女性指導員が多いのも特徴となっている。円鉄浜岡自動車学校は、株式会社浜松自動車学校が運営する自動車学校のことを指す。地元では略して、浜地などの愛称で呼ばれることも多い。 普通車だけでなく、大型、中型、大型特殊などの車種を取り扱っている。炎鉄中部自動車学校は、静岡県八重洲市にある、静岡県公安委員会指定自動車教習所である。当校は、旧浜地グループではなく、株式会社静岡県中部自動車学校が運営していた自動車学校である。また、炎鉄自動車学校グループの合宿免許対応地域に含まれる、 静岡県駿河地区に位置している。猿鉄袋井自動車学校に関するカテゴリー。円鉄浜岡自動車学校に関するカテゴリー。猿鉄中部自動車学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。